どうも、母ちゃんです。ということで、今回はそのビニールトンネルについて説明していこうと思います。こう真冬に野菜栽培をうまく続けるためには、この防寒対策が必ず必要になってきます。なので、その防寒対策について紹介していきます。でまず年末になるにつれて、どんどん気温が下がってきます。で野菜は人間より寒さに弱くて、ほとんどの野菜は10度下回る温度になると成長をやめてしまいます。で種は発芽するのに15度以上の温度が確保されてないとスムーズに発芽しないです。で逆に言えばこの温度以上を作り出せば野菜は冬でも育ちます。なので種を発芽させるには15度以上、成長には10度以上を確保するために、今回はビニールトンネルを使ったその栽培方法についてご紹介していきます。ぜひまだチャンネル登録していない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。では早速説明していきます。ビニールトンネルを使うポイントを説明していきます。まず一つ目はその保温効果ですね。保温効果いろいろあるんですけど、ビニールトンネルにもいろいろ種類があって、不織布であったり寒冷車っていうものであったりビニールトンネルっていうのがあるんで、そのためその一番保温効果が高いものがビニールトンネルなんで、そのビニールトンネルを今回使って野菜を寒さから守っていこうと思います。でこのビニールトンネルって、ビニールって入ってるんでビニールなのかなって思うんですけど、 PO といってポリフィルムっていうものを何枚も重ねたものになっています。でこのビニールトンネルには裏表があって、その文字が印刷されている方を上にして使うようにしてください。そのビニールトンネルの中でも自分の家はその穴の開いてるタイプを使っています。で穴が開いてることでこの通気性が確保されるので、その開け閉めの作業がなくて便利です。逆に穴が開いてないビニールトンネルを使うと、その昼間の温度が高い時は開けて、夕方の温度が下がる頃に閉めてっていうこの作業が必要になってくるので、そう面倒いんで僕ん家ではもう穴開きトンネルを使っています。でトンネルに欠かせない骨組みを作るポールについても説明していくんですけど、これは僕ん家ではその青いガラス繊維でできているその曲がるダンポールっていうものを使っています。トンネルのその骨組みである支柱の強度の作る感覚なんですけど、細かく使えばそれだけ丈夫になるんでいいんですけど、その分資材も必要になってきて、お金がかかってきます。なので、僕ん家ではだいたい30から50センチぐらいの間でこの棒を刺すようにしています。でこの支柱の上に U ピンで固定して、それを紐で縛っていってます、僕ん家では。でここ見てほしいんですけど、なんか立体的になってますよね。風の影響を減らすためにこの一番端っこにこのもう一本支柱を刺すことで、平面で風を受けるんではなくて新幹線の先頭のような形にして風を受けさせることで風の抵抗が落ちるからです。
で最後にこのビニールが飛ばないように支柱を使ってまた止めていきます。でこれは全部のところに貼る必要なくて、まあ、3本ぐらいですね、3本ぐらい間開けて刺していくって言って、刺して止めていくっていう風にしてください。今回も動画を見てくれてありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。